2008年シーズンから FC 岐阜が J リーグに加入するんですね。今の FC 岐阜の中での最高順位、これね、夏に負けなかったの。この年もすごい面白い、面白い年です。続いてはこちらです。2014シーズン、これはね、ラモスさんが監督になった年です。ヴェルディファンだった平松少年からしたら、Jリーグカレーが来たっていうね。いやー、浅尾さんじゃないですか。そう、ラモス・マサオ・ルイがやってきたよっていうね。2013シーズンまでは本当その観客すらそんなに入ってなかったんですよね。で、あの雨の日の負けが続いた試合とかだと、僕はあの2012シーズンからスタジアム DJ やってるんだけど、そのぐらいの時はね、もうあの2000人とかマックス入って2000人、だから僕が選手紹介でポーンと喋ると椅子にぶち当たって自分の声が聞こえて反響するっていう。だからそのシーズンでもサポーターさんいらっしゃって、少ないサポーターさんと一緒にあの乗り越えてきたシーズンがあって、2013シーズンとかも本当経営難が2008年にあってから、なかなかその経営がうまく乗ってなかったっていう時期があったのね、その期間が。でその創世期があって、この2014シーズン何が起こったかっていうと、あの岐阜の、実業家さんがFC 岐阜を全面バックアップしますと、その資金を出しますよっていう支えをしてくれた藤沢さんって方がいらっしゃるんだけど、キーワードが J2 屈指の金満クラブという年なんですよ。勝てなさすぎて、お金もなさすぎて、サポーターさんにストライカー募金っていうのをし始めたりとか、ストライカーを取るために皆さん募金してください、もう本当そのぐらい大変だった時期で、それで来たのがアブダっていう選手なんだけど、そのアブダもそんなに活躍しないっていうね、おいおいって思いながら乗り越えたシーズンとかがあって、その後のこの突然の、格変です。その時点でちょっとすごい話だなと思ってたんですよ。そしたらラモスさんが監督になりますよっていうのが一報出て、嘘でしょと、そんなこと、あ、来た、そしたら川口来た、吉勝さん、サントス来た、あれサンドロ、サントシューじゃなくてサントスですよっていうね。本当だ、ちょっとちゃんと見てなかった、怖ってなったシーズン、ここはびっくりしたね。あのこれまでにも本当日本代表選手って来てくれてはいたの、あの服部俊博さんとかいらっしゃったんだけど、でもこの2人ってさ、特に川口さんとか、楢崎川口の2大巨頭だった、そのゴールキーパーの優が岐阜に来ました、嘘でしょ、目の前に現れた時しびれましたね。トークショーでご一緒させていただいたんですけど、ラモス、しかもラモスさんと川口さんと喋るっていうのの司会やらせていただいて、すごいね、しびれたね。でこの年の面白かったのはね、僕はね、難波さん、これ今すごく仲良くさせていただいている同級生の選手なんだけど、この難波弘明という男のあの勝負強さと、僕好きだったのがね、阿部選手、阿部さんとはね、ちょっとあの FC 岐阜の仕事でお話をさせていただいた時に、あの大卒でね、あのレギュラーになりましたよね、すごいですねって話したら、当時ラモスさんが練習試合であのいろんな選手を試してたと。で関田さんっていう選手がいて、関田選手をこの試合にね、練習試合に入れようと思ったら、関田さんがスパイクの紐を結んでなかったことにブチ切れたラモスさんが、お前じゃなくていいよ、阿部行けって言って、阿部さんもあの紐結んでなかったんだけど、もういいよお前行けって言って、その試合で結果出してレギュラーに定着して、阿部選手が誕生するっていう、だからそのほんとわずかなチャンスを取った阿部選手、
まあ、あのキャプテンを務めて、まあ、責任感の強い選手っていうのもあって、一回ね燃え尽き症候群なのかサッカーをやめるっていう選択をして、今はね丸安岡崎でもう一回現役再開されてるっていう。この時は言ってもその川口サントスの2人を中心に、ナザリとこの年 FC 岐阜、まあ、17位でフィニッシュするんですけど、2桁得点します。その下位のチームでやっぱりそれだけ点を取れるっていう選手で、ナザリと2年目いてくれるのかなと思ったら、さっさと北海道に行っちゃうんだけど、おいおいってちょっと思う部分ではあるんだけど、でもまあやっぱサッカー選手としてはいい条件のチームがあったら行くのはもう正直はもうしょうがない、うん、とは思う。だからまあしょうがない部分もあるんだけど、まあ、そういう選手もいれば、そこからラモスさんに見出してもらったからって言って引退まで岐阜にいてくれる難波さんみたいな選手もいるっていうね。見てて本当にワクワクしたシーズンが2014シーズンかな。すごいっすね。藤沢さんありがとう。ありがとう。でも未だにね、岐阜のサポートをしてくれているっていう。丸松。このシーズンでね、僕が DJ をやってて、その前のシーズンには、2013シーズンでガンバ大阪が来た試合とかも人が入ったんだけど、コンスタントにその観客動員数が底上げされたのはこのシーズン。やっぱりみんなここ来たら見たいでしょ。いや見たいでしょ、うん、やっぱラモスさんが監督になったっていうのはさすがに僕も、ラモスさんが岐阜の岐阜に監督になったのっていうのはやっぱあった。ほんと玉宮とかめちゃめちゃうろうろしてたから住んでた。そう、住んでらしたから。そうなのよ。僕何回かラモスさんと出くわしてる、玉宮で。うん、飲んでるの普通に、うん、ラモスさんのマネージャーさんと仲良くさせていただいてた時期があって、でご飯一緒に食べてたらラモスさんフラッと来て、そこからラモスさんがやっぱり不満もあったんだろうね、いろいろと不満をぶちまけていって、僕らはうんうんって聞いて、うんうん言うのとかさ、あと仲のいい方とラモスさんがすごく仲良かったから、ラモスさんの何だろう、プライベートな人情のあるところも僕は見てきてるし、僕もそれを受け取った部分があるんです。ラモスさんとの逸話、感動版もあればげんなり版もあるっていう。そうなの。僕ラモスさんにブチ切れられてるから。あ、一回。ブチ切れにも、なんでお前俺頼らないんだっていうブチ切れと、お前いい加減にしろのブチ切れ、両方あるからね。これいつか話します。新三代ラモス、ルイと平松の話。これはね、でも感動する。僕はラモスさんだから、皆さん、ね、サポーターさんになればなるだけラモス時代は暗黒時代だっていう方ももちろんいるんだけど、僕は一個人としてラモスさんは一生好きかな。うん、サッカーも楽しかった。なんか魂があって、それを魂だけのサッカー、メンタルサッカーと言われてしまえばそうなんだけど、やっぱりさ、93年の J リーグ好きな時代、今のサッカーとは全く別のサッカーなわけ。今って外国のサッカーを子供たちも見て、戦術だったりとか速いパス、球際 のデュエルっていうんだけど、こうぶつかるっていうシーンとかの、やっぱ飯とかを見て育っている方とか子供たちとか、やっぱそういうのが好きな方、目が肥えた方いらっしゃるけど、僕らはそうじゃないところ。でもさらに言えば、僕らより上の世代なんて日本リーグの時代、日本代表がワールドカップに出るのが当たり前じゃなかった時代っていうのを知ってる方からすると、ラモスさんの魂とかその気持ちの部分ってなんか理解できる部分があるんだよね。チームとして勝てなかったかもしれないけど、魅力のあるチームだったことは間違いない。ラモスさんっていうその先頭を切ってくれる指揮官のもと、みんなが気持ちでついていった、そういうのが垣間見えた。だから感情にみんながぐちゃぐちゃにされる時もあれば、その感情があるからこそ一つになることができたっていうシーズンのスタートが2014年だったのかなっていうのは
でもちろん僕たち、FC 岐阜に携わるスタジアム DJ もその気持ちがあってサポーターさんたちがいっぱい来てくれるようになったからもう一つギアを上げて頑張りましょうねって思えたシーズンが2014シーズンだったのかな。いい変化、そうだと僕は思う。こう魅力的でしょこれ。いやーすごいね、足りねえな、うん、これなこれも新三大とか言うちょっとシリが喋り出してよくわかりませんってシリがね。そうだよね、ごめん、はい、みんなこれなんかすみません、よくわかりません、うん、そうか、僕の喋りがシリすらわかんなかったってことだ。シリごめん。ダスン2017シーズン TPJ が点決めるわけですよ。この手をどうしようみたいな試合が終わった後にこの2人がさ来るわけ。